早やちねダムは、岩手県花巻市大葉町地先、一級河川、北上川、水系冷え抜き川に建設されたダムである。岩手県県南広域振興局花巻土木センターが管理する補助多目的ダムで、包み高73.5メートルの重力式、コンクリートダムである。冷え抜き川の治水及び、花巻地域の水亀として建設された。ダム湖は、霊法。 早や根山にちなんで、早や根子と名付けられた。北上川水系は、北上川五大ダム計画で建設省により、北上川本川と雫石川、和賀川、猿ヶ石川、伊沢川,川に多目的ダムが建設されていた。一方、岩手県も、独自に補助多目的ダムの建設を、北上川支流で進め、中津川には綱取りダムを1982年に完成させていた。 冷え抜き川は、花巻市内で北上川に合流する主要支線の一つであるが、昔から洪水を繰り返し流域に被害をもたらしていた。一方、花巻市の人口は次第に増加。花巻空港の完成や東北自動車道の整備等により、工業地域の拡充は顕著となり、これに伴う水需要は急速に高まっていった。さらに和が、冷え抜き地域の通称、 冷和地区は古来より農業が盛んなのにもかかわらず、灌漑用水の不足が起きやすく、豊沢ダムが、冷エ西部に完成したものの東部地域の農業用水は不足しがちであった。こうした需要もあり、岩手県は、冷え抜川本川に、洪水調節と花巻市等への上水道、工業用水道を供給、冷エ地域への灌漑そして、県営水力発電を目的に、 ヒエヌキ群を大波山城落合地先に補助、多目的ダムを計画した。当初はダム所在地から落合ダムというダム名であったが、1988年に地元の要望によって、霊峰、早地根山から名を取って、翌1989年に早地根ダムへと改名した。2000年に完成している。自然腰流型の、いわゆる、 坊主ダムで満水になると自然に洪水発起から放流される方式を採用していて、水門は設置されていない。ダムは、早知根国定公園の早知根山入り口にあたる。付近を走る道路は地元より名称が公募され、エーデルエコーラインと名付けられた。花巻市国道396号から早知根山に通じる基幹道路である。ダム湖である、早知根湖沿いには、 道の駅や浸水公園が整備されている。1970年、岩手国体の山岳競技が、早地根山で行われたのを記念し、早地根ロードレース大会が毎年行われているが、ダムが完成した2000年からは、早地根湖こ岸道路を周回するコースに変更された。3km から 15km までのロードレースに、加えウォーキング部門もあり、 例年900名近くがエントリー試験客を競っている。ダムの所在地であったヒエヌキ群大ハ町は、付近の町村と共に、平成の大合併によって花巻市と合併した。現在のダム所在地は花巻市である。ありがとうございます。